コミュニティシールドマンチェスターダービーについて解説していきます。1対1で PK 戦の末シティが勝ってます。でまずシティボールの時なんですけども、去年の FA カップ決勝でですね2対1でユナイテッド勝ってるんですけども、その時と同じやり方を採用しています。ブルーノがフォワードに入ってまして、低い位置に 4-4-2 を構えます。ミッドフィルダーはもうライン間を潰すぐらいのイメージ、ディフェンスラインはですね、もう裏のスペースは完全にないぐらいの位置まで下がりまして、で、マウントもですね、もうディフェンスラインへのプレスというよりは、背中のミッドフィルダーを消す形で、ラインとしては、こちら側の自陣のですね、センターサークルの先端ぐらい、これぐらいまで下がっています。そうすることによって、シティのディフェンスライン裏のスペース、ライン間のスペース、フォワードとミッドフィルダーの間のスペース、ここがなくなっていました。で、シティはハーランド、フォワードに置いてボブとドクがワイドを取ります。そしてマカティとオライリー、こちらがライン間に入りまして、コバチッチがミッドフィルダーとフォワードの間に入ります。そしてフォーバックは右にスライドして2トップに対して3バックを形成して、そしてリコルイスがですね、この通常のサイドバックの位置、そしてハーフスペース、そういったような形で流動的に動く形です。でリコルイスがライン間に入った時にはオライリーは中央まで入ってですね、まあ、3-1-5-1そういった形ないし、まあ、3-2-5 このような形を取ります。で、ユナイテッドのこのコンパクトでスペースがない守備なので、基本的に中央というのは空いているところがほぼないです。FA カップの時には空きやすくなるワイド、ワイドのスペースに右はウォーカー、左はグバルディオルが入る形で試合をしていましたので、ここでのブレイク力というのが乏しく、中もきつい、ワイドでも突破できないという形で、シティの攻撃は停滞しました。後半からドクを入れて、ドクのブレイク力を生かして、チャンスを作っていました。で、ただ今回はですね、最初からドクとボブをワイドに配置する形、二人とも突破力がありますので、シティボールの時の試合のポイントとしては、ワイドのドクとボブがですね、サイドバックのマルティネスとダロートをブレイクできるか、ここがキーポイントになっていました。で、ただ、まずは1対1の場面をですね、提供しなくてはいけません。当然、ユナイテッドはサイドバックを1対1にさらしたくないので、ドクが持った時にもですね、サイドハーフのディアロ、左側だとラッシュフォードもそうなんですけど、しっかりとバックをして、ここでドクに退治をさせます。そしてサイドバックはカバーという形、ここで1対2を作ることによってブレイクというのをさせづらくさせていました。シティはこの3対2の最終ラインを生かしてですね、この左右のセンターバックがサイドハーフをミッドフィルダーを引きつけて、そしてワイドにボールを提供する。その時にしっかりとマカティやオライリー、リコルイスがライン間に入ることによってサイドハーフはこのパスコースを切る必要が出てきます。そうすることによってワイドに1対1の提供シチュエーションを提供していました。で、それに対してじゃあユナイテッドはこれをさせないためにですね、できるだけこの、まあ、マウントとブルーノのこの献身性も光ったんですけども、ツートップが頑張ってスライドして左右のセンターバックに対して対応するとどうなるかというと、ここでディアロはこの左右のセンターバックに対して行く必要がなくなりますので、ドクのマークに集中できますし、なおかつカゼミロもここでですね、プレーの制限がかかっているのでライン間の選手にマークをつきやすくなります。そうするとますますディアロもライン間の選手を気にせずにですね、ワイドに寄れますので、ここで停滞させるということをします。ユナイテッドはこのような形を作るためにもですね、自陣で人と人との距離を近くしてスペースも潰すような形を最初から引いてしまう、そういったような形を取っていました。ウイングの1対1のシチュエーションというのは、幾度かシティは作ることができていまして、その時に見どころだったのがこの1対1です。ここでドクはですね、9回この試合ドリブルを仕掛けまして4回ブレイクに成功してるんですけども、素晴らしかった。ダロートはここでドクがボールを持った時にブレイクをさせてしまう、されてしまうのが一番嫌なんですよね。ここで縦にブレイクされてしまえば決定的なゴールアシストレンジに侵入されるだけではなくて、仮にここでですね並列で追いつけたとしても、ここまで侵入されてしまうとボールの位置まで全体が押し込まれることになりますので、自陣低いところでですね、シティにボールを支配される、攻撃をされ続けてしまう。ここでボールを奪ったとしてもスペースがないので再回収されやすく、カウンタープレスを受けやすくなってしまう。なので対峙するダロートは縦を切ります。で、縦を切った時にですね、ただドクも縦に行きたいんですよ。で、ここでの駆け引きが素晴らしくて、ダロートも何回も縦への突破を許さずにカットにさせてボールにアタックするような素晴らしい守備をしていたんですけども、ドクはカットインへのフェイクを見せて、重心に対して右足を右側に設置して地面反力を受けてですね、そのカットインのアクションでダロートが内側に足を、出たところを地面反力と体が左側に倒れ込む力を利用しながら股を通して縦に加速して突破するような得意の形、そういった形でですね、ドクが、まあ、この試合4回なんですけども突破することができていた時には決定的なチャンスを作っていました。ただここで突破された時にユナイテッドの守備陣というのは素晴らしく粘り強い守備でゴールまでは許さなかったというところです。反対側のボブもこのルイスの
内側に絞る工夫だったり、アカンジの全方位ボールを出せる状況を作りながらのラッシュオードの引き付け、そういった形で何回か1対1のシチュエーションを提供してもらっていました。でその時にボブの突破力というのも素晴らしく、ユナイテッドのディアロもそうなんですけども、ゴール方向に仕掛けることができるんですね。ゴール方向に仕掛けることによって突破先というのがどんどん決定的なゴールアシストレンジになります。でゴール方向に仕掛けながらカットインしてマルティネスを剥がしてですね、センターバックにカバーさせてフィニッシュを打つような決定的なシーンというのも作り出していました。でこのゴール方向に仕掛けるためにはディフェンスとの距離が近づきますので、ディフェンスにアタックされた時にリアクション突破できる能力というのが求められます。これはディフェンスの動きに対して無意識に反応するということが必要 で反応した時に無意識にボールを直接じゃなくて間接視野でもの状態で正確にボールタッチして加速する、方向転換する能力というのが求められますので、だからゴール方向に仕掛けることができます。では次にユナイテッドの攻撃、シティの守備、このシチュエーションについて解説していきます。でここの今回のユナイテッドの攻撃のポイントとしてはダブルゼロトップを採用してきたということになります。つまりブルーノとマウントの2トップが下がってこのシティの2ボランチに対して4対2を構築するということになります。詳しく見ていきましょう。最終ラインではオナナがボールを持ってですね、マグワイアとエヴァンス、この3人で2トップに対して3対2を作ります。そしてサイドバックが開くと、シティは前から来ます。 4-2-4 のような形でですね、どんどん前に来ます。でこの時にこのアンカーの位置にですね、メインもしくはカゼミロが入って縦関係を作りますと。ビルドアップのシチュエーションではこのような形になります。でここでメイヌーに対してですね、出ます。シティの2ボランチどっちかが出るんです。でここで出た時にこの出た方のスペースが空きますので、ここにブルーのもないしマウントが落ちます。こういうような形で最深部のですねビルドアップ、このシチュエーションでは3対2を中央で作ります。ラッシュフォード、ディアロもそうなんですけども、オナナがですね何回もロングフィードを出していた印象ある方いらっしゃると思うんですけども、この中央で3対2になった時に、サイドハーフないしサイドバック、センターバック、これがヘルプに行く必要があるんですよね、この数的不利を埋めるために。でここでセンターバックがブルーノについていくのであればこのスペースが空きますよね。この決定的なスペースにオナナから一発でラッシュフォードが走るようなシーンが見受けられています。後半はここでですね、ブルーノが自らデスマルケでここで落ちてですね、何回もラインカウン受けしますので、ここでセンターバック食いつかせたところを自らが裏抜けして2回ですね、決定的な裏抜けというのを成功させています。一つはオフサイドになってゴラストだったんですけども、点には結びついていません。で最深部のビルドアップの形はこうです。ミドルゾーンですね、ミドルゾーンに入った時にどのような形だったかと申し上げますと解説します。でミドルゾーンに入った時にはここでですね、メイヌーとカゼミロに対して2対2、ここ2ボランチ同士で2対2になってるんですけども、ここでもブルーノとマウントが落ちるんですよね。そして中央で4対2を作ります。この数的優位を解消するためにまたセンターバックないしサイドハーフがヘルプに行く必要があるんですよね。ここを埋めるためにサイドハーフが絞るんであればワイドが開きます。でワイドが開くのでワイドから攻めます。でじゃあセンターバックが来るんであればここでですね、この決定的なスペースが開きますので、ブルーノ自らの裏抜けもあったんですけども、このスペースを狙います。でそれを狙うのでですね、ついてこれないですよというようなことであればこの数的優位を生かしていきます。そういった形でサイドハーフを絞らせてですね、ワイドのラッシュフォード、右のディアロに1対1のシチュエーションをですね提供できていましたし、直接的なセンターバックのスペースに対する攻撃というのも仕掛けることができていました。で何回か、この中央4対2の基盤から決定的なシチュエーションを作ってましたけども、ラッシュフォードも含めてですね決めきることができなかった。ラッシュフォードは決めてほしかったんですけども、ディアロも含めてですね、シティのボブと同じように斜めに仕掛けることができる。でそこでワンツーも含めてドリブルも含めてニアゾーンに侵入してゴール前に決定的なラストパスを供給していたんですけども、そこに人が、マウントがですね入るのが遅れたり、ブルーノが入りきれなかったりしましたけども、これはですねゼロトップにする弊害で、本来ストライカーの選手であればいてくれるポイントに人がいなかったとか、そういったところというのはデメリットとしてはあるんですけども、そもそもストライカーの選手を起用していたらこの優位性というのは作れなかったので、メリットデメリットがある形ではありました。で以上はですねこの試合の全体的な構造なんですけども、結果的にお互い1点ずつ取ったんですけども、そのシチュエーションというのはある意味、このゲームの大まかな流れとはメインな流れとは違うシチュエーションでした。ユナイテッドのゴールに関してはシティボールになった時に右のウィングに入っていたガルナチョがうまくサボってですね、そしてユナイテッドがボールを奪った時にカウンターでボールを受けてカットインから素晴らしいゴラスを決めています。シティは逆にこの試合を通してメインではなかったんですけども、ユナイテッドがハイプレスに行った時にですね、はめに行った時にサビーニョが後ろ向きでパスを受けて、それをですね突っ込むディフェンスの縦の矢印に対して横側に
ドリブルをしていって打開して逆サイドまで持っていった。逆サイドの選手が仕掛けて、そこにサビーニョがもう一度絡んでですね、ボブにパスをして、ボブがニアゾーンに侵入をして逆サイドから入ってきたベルナルドが決めたという形で、これはハイプレス打開からの、まあ、疑似カウンターですね。まあ、この試合のメインとなる流れからはゴール生まれなかったんですけども、そのような形でゴールが入っています。これからシーズン始まりますので、この2チームはですね、ぜひ追っていきたいと思いますので、これからも見ていきたいと思います。では今日の解説はこれで終わりにします。最後までご視聴いただいた方ありがとうございました。どんなことでもいいのでコメントとかいただければ幸いです。いいね、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。